によって寸断されている。残っている電源の非常用バッテリーは1時間しか持たない。だから1時間後に原子炉が冷やせなくなるという、そういうニュースがあったわけです。僕はそのニュースを聞いたときに2つの思いが自分の中に来ました。一つはついにこんな時が来たのかなという、そういう思いでした。7年前ですか、チェルノブイリの事故が起こった時、日本でもものすごい反対運動があって、300万ほどの署名が自民党政府に届けられたわけですが、全然無視されました。その時にそういうことを一生懸命やっていた2人の人がですね、私たちはもう日本を諦めると言いました。2人はニュージーランドに移ったんですね。で、僕はそれを聞いたときに、まあ確かにその気持ちはあるけど、そこまでもっていう思いはあったんです。ですからずっと反原発の活動を30年くらいやっていましたが、これほどの地震が、この地震ではない、これほどの事故が日本で起こるというのは、まあ、可能性はあることは全然否定しないまでも、自分の中ではという思いを持ってたわけですね。ですから福島の第一原発の原子炉が冷えなくなるという事態になったときに、これはもうメルトダウンに直結することですので、最悪の場合は水蒸気爆発で原子炉が飛んでしまうということは、二つ目に関してことは、僕はそれまで海外協力を20年ほどして、で、福島の飯舘村というところに10年前に入ったわけですが、それまで作ってきた10年近くのさまざまなことを全て捨てて、この農園を出なきゃならないのかと、そういう思いを持ちました。でも全然情報がありません。ニュースではほとんど、ラジオのニュースでは分かりませんので、すぐに電源回復のために車からバッテリーを持ってきまして、それをインバーターで、普通の家庭電源にしまして、電話、テレビと電話とインターネットを回復させました。そして状況を見ながら、反原発を一緒にやっていた人たちに連絡をして状況を確認していきました。結果11日の深夜になって、このニュース、さまざまなものを見ているけど、間違いなくメルトダウンが起こっているだろうと、であれば最悪を想定して行動すべきだろう、最悪は水蒸気爆発による原子炉爆発ですね、まあ、幸いそれはなかったことなんですが、それでもう、まあ、いろんな状況を総合して、その状況も間違いないということで、結局、12日の午前3時に研修生、それから家族、全員で飯舘村を出ました。吹雪の中を山形県の僕の妹の夫婦が住んでいるところに向かって走っているときに、研修生にこう話しました。もし僕らが後で笑いながら、そういえばあの時は慌てて自分たちは吹雪の中を、まあ、ドライブをしましたねという、そういうことになれば、それこそ僕らが一番望んでいることだと。だけどもしそう言えないならば、僕らが今している行動が一番正しい行動なんだということで、それで山形の米沢を向けて出発したわけです。朝方、12日の朝方に米沢に着きまして、ずっと見ないで寝ないでいろんな状況を確認していますと、12日の午後3時半ですね、1号機が爆発しました。僕は水蒸気爆発なのか水素爆発なのかどっちなんだろうか、その爆発はどんな爆発かということが全然ありません。待つこと約4時間、夕方7時半になって、江戸の官房長官が、これは水素爆発で、建屋が飛びましたけど、原子炉は守られました。
その後、安全委員会の西山審議官という人ですか、今回の事故はレベル4だと言いました。僕はちょっと耳を疑いました。まるで終わったかのようなレベル4です。でレベル7のチェルノビリ、レベル5のスリーマイルと、そしてレベル4といえば3年前4年前に起こった、東海村の原発、あれですね、燃料の作っているところのだと思いますが、大量放射能漏れの事故ですね。でその時は3、4人、3人が被爆して2人の方が数十日後に亡くなりましたが、その周りの地域の人たちは4キロの人たちが約数日避難させられただけだったんですね。で僕のもしレベル4ならば、僕の家は45キロ離れてますから、もし本当にレベル4ならば、それで収まったならば大丈夫なのかという思いさえしました。ですが13日になって、13日の夕方、その爆発事故が起こって丸1日経った後ですね、東電が非常事態宣言というものを出したんですね。2回目、それは3号機が1号機と同じように爆発するかもしれないということです。1号機は爆発したので、弁として海水を入れて低温冷却させていきました。でそれと同じことは2号機、3号機、4号機にも多分する時間はあったんでしょうけど、東電はそれをしないで丸1日経ってやっぱりダメでしたと言って 丸投げしたわけですね。政府に、政府は状況全然掴んでない。それを見た時に僕はもう言いたくもらいには変えないというふうにはっきり感じました。ので研修生に、もうせっかく研修の最後に家を作りで、これから楽しい時になったのに残念だけど、もう言いたてもらいには帰れません。ですから研修終わりますということを彼に伝え、彼の妻が岐阜県におりましたので、14日の早朝に山形を立って岐阜県に、岐阜市にいた彼の妻のところに送り届け、僕たちは静岡の浜松にある僕の妻の実家の家に行ったのです。それ以降15日に岡山の知り合いのところに行く予定でしたが、14日に起こった3号機の大爆発、これを政府は水蒸気爆発と言っていますが、水素爆発と言ってますが、あれは水素爆発ではないですね。まあ、政府はもうずっと情報を隠してますので、いろんな情報をよく読めば分かることだと思うんですが、まあ結局爆発によって重い原子であるプルトニウムとか、それからストロンチウムとか、そういう物質が気化して、そして飯舘村まで飛んできてます。ですからこれは水素爆発でないことだけは確かですね。臨界が起こっているということがありますが、そのことは普通ニュースでは一切伝えられてません。まあ、その大爆発は実はテレビで、あるテレビ局が民間ですが、福島県に住むには、まあ、可能性はあることは全然否定しないまでも、自分の中ではという思いを持ってたわけですね。ですから福島の第一原発の原子炉が消えなくなるという事態になった時に、これはもうメルトダウンに直結することですので、最悪の場合は水蒸気爆発で原子炉が飛んでしまうということは、2つ目に関してことは、僕はそれまで海外協力を20年ほどして、で福島の飯舘村というところに10年前に入ったわけですが、それまで作ってきた10年近くのさまざまなことを全て捨ててこの農園を出なきゃならないのかと、そういう思いを持ちました。でも全然情報がありません。ニュースではほとんどラジオのニュースでは分かりませんので、すぐに電源回復のために車からバッテリーを持ってきまして、それをインバーターで、普通の家庭電源にしまして、電話、テレビと電話とインターネットを
回復させました。そして状況を見ながら半原発を一緒にやっていた人たちに連絡をして状況を確認していきました。結果11日の深夜になって、このニュースさまざまなものを見ているけど数十日後に亡くなりましたが、その周りの地域の人たちは4キロの人たちが約数日避難させられただけだったんですね。で、僕のもしレベル4ならば、僕の家は45キロ離れてますから、もし本当にレベル4ならば、それで収まったならば大丈夫なのかという思いさえしました。ですが13日になって、13日の夕方、その爆発事故が起こって丸1日経った後ですね、東電がその非常事態宣言というものを出したんですね。2回目、それは3号機が1号機と同じように爆発するかもしれないということです。1号機は爆発したので弁として海水を入れて低温冷却させていきました。で、それと同じことは2号機、3号機、4号機にも多分する時間はあったんでしょうけど、東電はそれをしないで丸1日経ってやっぱりダメでしたと言って 丸投げしたわけですね、政府に。政府は状況全然掴んでない。それを見たときに僕はもう飯舘村には帰れないというふうにはっきり感じました。ので研修生に、もうせっかく研修の最後に家を作り、間違いなくメルトダウンが起こっているだろうと、であれば最悪を想定して行動すべきだろう、最悪は水蒸気爆発による原子炉爆発ですね、まあ、幸いそれはなかったことなんですが、それでもう、まあ、いろんな状況を総合して、その状況も間違いないということで、結局12日の午前3時に研修生、それから家族全員で飯舘村を出ました。吹雪の中を山形県の僕の妹の夫婦が住んでいるところに向かって走っている時に、研修生にこう話しました。もし僕らが後で笑いながら、そういえばあの時は慌てて自分たちは吹雪の中を、まあ、ドライブをしましたねという、そういうことになれば、それこそ僕らが一番望んでいることだと。だけどもう少しそう言えないならば、僕らが今している行動が一番正しい行動なんだということで、それで 山形の米沢を向けて出発したわけです。朝方、12日の朝方に米沢に着きまして、ずっと見ないで寝ないでいろんな状況を確認していますと、12日の午後3時半ですね、1号機が爆発しました。僕は水蒸気爆発なのか水素爆発なのかどっちなんだろうか、その爆発はどんな爆発かということが全然連絡ありません。待つこと約4時間、夕方7時半になって江戸の官房長官が、これは水素爆発で建屋が飛びましたけど原子炉は守られました、その後安全委員会の西山審議官という人ですか、今回の事故はレベル4だと言いました。は僕はちょっと耳を疑いました。まるで終わったかのようなレベル4です。でレベル7のチェルノビリ、レベル5のスリーマイルと、そしてレベル4といえば3年前、4年前に起こった、東海村の原発、あれですね、燃料の作っているところのだと思いますが、大量放射能漏れの事故ですね。でその時は3、4人、3人が被爆して2人の方が寝て寸断されている。残っている電源の非常用バッテリーは1時間しか持たない、だから1時間後に原子炉が冷やせなくなるという、そういうニュースがあったわけです。僕はそのニュースを聞いた時に2つの思いが自分の中に来ました。1
一つはついにこんな時が来たのかなというそういう思いでした。26年前、7年前になりますか、チェルノブイリの事故が起こった時、日本でもものすごい反対運動があって、200、300万ほどの署名が自民党政府に届けられたわけですが、全然無視されました。その時にそういうことを一生懸命やっていた2人の人がですね、私たちはもう日本を諦めると言いました。2人はニュージーランドに移ったんですね。で、僕はそれを聞いたときに、まあ確かにその気持ちはあるけど、そこまでもという思いはあったんです。ですから、ずっと反原発の活動を30年くらいやっていましたが、これほどの地震が、この地震ではない、これほどの事故が日本で起こるというのを、